去年の夏、大敗を喫したその日に選手たち自ら母校に戻ってバットを振ったという串木野。1年生の頃から夏の鴨池を経験してきた4番石原やキャプテン上新を中心に、単独出場としては11年ぶりとなる勝利をつかみ取ります。多少のミスはあると思うんですけど、そこをみんなでカバーし合って最後の夏で白星を取れるように頑張りたいです。屈指の高校、元気がある高校なので、最初から最後まで声を途切らずに頑張るので応援よろしくお願いします。